んにちは、るちゃんです。るたんです。えりです。さかです。今天呢是文丹还有たかさん初めてこんな感じで座ってしゃべるチャンスなので、すごい私とえりが気になる問題が第一印象とか二人でお話ししていただきたいなと思ってこの場を作りました。そう、二人ともめっちゃ聞きたいんで、よろしくお願いします。怖い怖い。怖いな。よろしくお願いします。最初はやっぱファッションにびっくりしましたね、短パンに帽子に T シャツ、びっくりした印象っていうのはなかったんだけど、最初、まあ、ご飯行きましょうって話になって 2,3 時間ぐらい一緒に過ごしてみて、なんかそんなにすごく台湾の子だからっていうギャップを感じることっていうのはあんまりなかった。最初すごいおとなしい感じだったし、最初だけ最初やっぱり日本の子とかと違って結構まあ物事をストレートに言ってくれるっていうのと、うん、ところとか、変に本音と建前みたいなのの使い分けがなかったりするから、表裏みたいなのがあんまりなくて、変に気を使ってストレスみたいなものをためづらいっていうので、だから俺としては付き合ってすごい本当に楽しいし満足。自分結構それが大きいかもしれないです、うん、何でも結構ストレートにルーちゃん言ってくれるんで、うん、愛情表現が特に何でも好き好き言ってくれるし、日本の女性は好き好きあんま言ってくれないイメージがあって、あ、本当に愛されてんだなって、うん、こっち恥ずかしいすごく愛を感じやすい。そうそうそう、本当そう、本音で本当にぶつかってくれるから、そうそうそう、うん、こっちも言いたいこと言えるし、そうそうそう、あっちも言いたいこと言ってくるし、うん、お互いになんかどんどん成長し合えるなって、うん、やっぱ日本人女子と付き合うとやっぱりなんかあっちも どっちも我慢して、うん、何も言わないで終わっちゃうパターンが多いから、日本の女の子はやっぱり察してほしいっていう気持ちが強いから、うん、こっちが汲み取らなきゃいけなくて相手の気持ちを、でそこの汲み取り方が間違ってると、いやそれ違えよって怒られるっていう、うん、そういうストレスが結構あるんだけど、うん、でもなんかそういったストレスみたいなものっていうのはあんまりないかもしれない。結婚の時もやっぱね、国籍が違うから、うん、その書類が1個増える、いろいろと大変なのかなっていうイメージもありますし、あとまあ結婚して子供ができた時にね、日本語と中国語をまあ綺麗に話せたらいいんですけど、日本語がちょっと片言っぽくなったらすぐにいじめられちゃったりとかあるのかなっていうのは思います。あとまあ授業参加の時に、え、お前のお母さん台湾人なのみたいな、そういう差別的なことを言われるんじゃないかっていうのはちょっと心配。特別な人が排除されちゃいやすいから、まあ出る杭は打たれるっていう言葉が日本にはあるんで、みんな言ったんだけど、そうそうそう、出てる杭は打たれちゃう。そうそうそう、あ、強制的にみんな同じっていう枠に収められちゃう。日本はやっぱり協調性が取れて、その空間のバランスを保てる能力っていうのは能力として評価されるから、うん、そういったところの評価の違いもあるかもしれない、うん、俺も確かに国どこの問題とかっていうの不安なところがあって、例えば結婚した後どこの国に住むのかとか、うん、お互いそれぞれの国に家族がいて友達がいるわけだから、それをどうやってうまくこうやっていくのかとか、あとは例えば子供ができたらどこで育てるのかとか、なんかだからやっぱりその辺はいろいろ大変なのかなっていう、うん、授業参観とかそういったのっていうのはあんまり考えたことがなかったんだけど、でも言われてみれば確かにそうなのかな。授業参観でお母さん同士も話さないといけないわけじゃん、ママ友はそこが一番怖いんだよ。本当に日本も最近ハーフタレント増えました。日本も昔ほど差別的ではなくなってきてると思うけども、多分水面下ではまだそういったことっていうのは知らないだけで多分あるんだと思う、うん、日本って結構もともとが島国だから排他的な文化っていうのがすごくあって、うん、これはこれ実際に体験したことがある話なんだけど、うん、昔自分の住んでる地域と違う地域の祭りの団体にいたことがある。踊りの練習とかをして祭りの時に踊りをしたりするんだけど、やっぱり俺はその地域の人たちにしてみたらよそ者で、うん、ちょっとやっぱり受け入れられづらいというか、そうそうそう、日本人同士でも、うん、だからなんかやっぱりうまく打ち解けられなかったし、うん、なんかちょっとよそ者感がすごい強く感じて居心地悪いなっていう感じがすごいした、うん、
だからね、同じ国内でも日本人同士もこういうこともあるんだよ。広島出身だけど東京に来て広島弁をバカにされることはよくあった。方言とかもね、あるよね。それに話してるだけなのにバカにされる。私たちの日常だよ。そうだよ。難しいの来たね。難しいの来たね。世の中には、まあ、いろんな人がいまして、まあ、日本人がいたり台湾人がいたり、まあ、いろんな国籍の人がいたりして、まあ、知らずにそれを否定したりするのは良くないなっていうので、まあ、とりあえずはまずみんないろんな人と話して仲良くなってみると新しい世界が開けるかもしれないし、でも実際ここの2人は台湾の女の子と付き合っていろいろ広がる世界があったと思うし、多分いいこともあったし、まあ、良くないことも多分それと同時にはあるんだけど、うん、なんか良くないことばっかりじゃないし、うん、まあ、実際いいことたくさんあったし、お互い成長してる感じが、うん、だから興味ある人はやっぱり海外の人とか国籍とかそういうの気にせずいろんな人と関わってみるといいかもしれない。では今日もあのエリーちゃんのチャンネルでも動画アップしてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あと何がまた文旦とタカさん、また私のエリーちゃんに言いたいこと、また聞きたいことがあったらぜひコメントで教えてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ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 。See you next time. See you next time. 長い。覚えてない。覚えてない。